じゃあ時間が来ましたので次のセッションに行きましょうか。次のセッションに行きましょうか。はい、じゃあ、おそらく本日の中で一番マニアックであろう。いや、そんなことないよ。いや、一番マニアックでしょ。そうかな、うん、という感じの、はい、キキョスさんのセッションをやっていただきたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。こんにちは。めっちゃ10人ぐらいしかいなかったらどうしようみたいに思ってたんですけど始めたいと思います。こういうな名前はこんな感じで、ケキョっていう名前で主にツイッター界隈にいてつぶやいてます。で、まあなんかこの辺はもうどうでもいいですね。実は僕最近この今日話すネタでビデオ撮りやってて YouTube にバン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 ほぼ毎日かな上げてましてネタを何をやってるかというとこの今回の本題のネタであるこの IL2C というツールを作るみたいなものを一からフルスクラッチでやるみたいなのを連載で毎日撮るみたいな感じのことをやってます。でまあIL2C と聞いて分かりますよね。すべてを理解できますよね。高校にいる方は。嘘ですけど、嘘です。IL2C って IL2CPP っていうのがUnityにあるぐらいの認識です。僕の中では。でそいつが名前の通りきっと IL を C++ に変換してでネイティブコードを生成するんだろうぐらいの認識です。マジです。でそのぐらいの認識のところからフルスクラッチでじゃあC++ ではなくて IL から C の、ソースコードを出力するっていうネタでなんか始めたらなんか面白いんじゃないかなと。まああとはなんか某知り合いの人がなんか Unity 触ってるらしいんですけど、まあ、それも例の MR 関係で触ってるらしいんですけどなんか IL2CPP とかよくわかんないみたいな話してたんでまあそういうことも兼ねてじゃあこれネタとしていいんじゃないのみたいな感じで軽く始めたのが、まあ、どっぷりハマったみたいなそんな話です。で、これもちろん皆さん全連載を見ていただけたかなと思うんですけど今何話まで20何話って言ったらいいんだけど20何回あるんですけど全部見ていただけましたかね。大体40時間ぐらいで、ね、大したことないで、その話のうち皆さんが見られた中のうち何かこう質問をしたいというようなことがあれば今回はアンプラグドな枠なのでまあ少なくともやった範囲であればお答えこの場でお答えします。でまあそういうのは、まあ、特になければこの設計のその初期から始めて、まあ、大体どんな感じにこう開発が進んでいったのか特になんかハマったポイント面白そうなポイントがあったので、まあ、それを、まあ、今回は、まあ、紹介しつつなんか質問を受け付けようかなみたいな感じで、考えてますがどうですか。なんか第20何回のこれはおかしいんじゃねえのみたいな ここの1は2だろうみたいな指摘がないですかね。まさかいないですか。はい、じゃあこの辺の話をしましょうか、ね。ちなみにトランスレーター技術とかってどういうものかって皆さん分かりますよ。聞くまでもない、ね、聞くまでもない。はい、じゃあまあ変換効率と実行パス解析みたいな2つのポイントで両方ともちょっと重い話なんですけど、この切り口で話そうかなと思うんですが、まあ今あれじゃないですか、まあ、今出たその IL2CPP もそうですし、あとモノなんかね直接バイナリーコードが吐けますよね。これをやり始めるまで実はその技術知らなかったんですけどきっとみんな IL2CPP みたいなものがあってバックエンドにそいつを使って変換してで C か C++ としてコンパイルするのかなみたいに考えたんですがモノはどうやら直接バイナリーコードが吐けるということでああそうなったみたいなですね。でまあその時に問題になるのが変換効率かなというふうに思っています。でソリューションとして他にリリウムというプロジェクトがあってでこれは IoT の方ですね。IL を LLVM
に変換してでそこからバイナリーコードを出すっていうそういうのをやってる人たちのプロジェクトもあります。で、共通して言えるのはなんかこうフットプリントがやっぱりどうしてもでかいで別にそこを本当に目指しているというわけではないんですけどこう変換した結果を IoT のデバイスみたいなもう本当に極小のフットプリントでしか動かないって環境でなんかどうやって動かせるだろうか、まあ、あるいはそれで動くんだったらなんか当然 Windows でも動くだろうし Linux でも動くだろうしっていうことが言えるかなと。そのなんか出力されるコードをどうやってどこまでなんか小さくできるかみたいなことにフォーカスを当てました。ちなみにこれの一番最初にこれってネタになるかもって一番最初に思ったのはですね未確認さんとか言っちゃった未確認さんが、まあ、IL2CPP みたいなことをやるのは、まあ、一種のはしかだよねみたいなことを言われてたんですけどまあそこではしかなのそうなのみたいな一言で言って IL2C でも、まあ、IL2CPP でもいいんですけど何をするツールだと思いますか。どなたか。はい。一言で別に、何でもいいですけど、間違ってても待ってても別に何でもいいですけど、一言で言うとどういうことですか。つまりもうちょっと言うなら、なんかじゃあ例えば IL2CPP を作らなきゃって自分で思った時に、どういうことをすればそれが実現できると思っているか。どうですか。誰もいないんですか。なんとなくこのセッションをしたいですか。まさかに投げられる前に投げておこうみたいな。つまり IL ってバイトコードじゃないですか。で、それってドットネットでそのライブラリとか出力すると DLL できるんですけど、アセンブリができる。でそこに型がクラスとか構造体とか型があり、そこにメソッドがあり、そのメソッドの中にボディがあるわけですよね。でそのボディの中にその IL のバイトコードの羅列があるわけですよ。じゃあそれはまあ簡単に言えばリフレクションで簡単に取れるんですけど、そのリフレクションで取ったバイトの配列を上から順番に解析していく、 0x12 が来たら何がしみたいな、ちょっと人間逆アセンブラじゃないのでわかんないですけどそういうのをひたすら繰り返していって、でそれに対応する C のソースコードを出力すればいけんじゃないのという、割と簡単にできそうだよねみたいなのは、当然ここにいる皆さんはそのぐらいの認知はあるんじゃないかと思ってるんですけど大丈夫ですか。でまあそこでですね、実際そういうことをまあ、頭の中で考えててやり始めたんですよ、このプロジェクト。そしたらある時、だいたい第10回ぐらいあたりですからね、なんか一番最初の山というかですね、暗雲が立ち込めてきて、で、結果的にここに書いてある通り実行パス解析っていうのをしなければなったと。で、じゃあ1から左から右に変換してるだけだったら別に実行パス解析なんてしなくったって、とにかく出てくるバイトコードを上から順番にデコードしては出せばいいんじゃないのって話だと思うんですけど、実はそれが叶わなかったので今複雑になりつつあるみたいなことで、まあそのあたりの話をすると面白いかなみたいに思っています。ちょっとうまく話せるかどうかわかんないですけど、詳しくは全部ビデオ見てくださいね。たった40時間ですから。でですね、じゃあ例えばこれがいいかな、これ C のじゃあ C シャープのコードですね。まあ、何の変哲もないスタティックなメソッドです。で、A という変数に1を入れる、B という変数に2を入れる、そして A たす B を計算して C に入れる、そして一旦 C と。まあ別に何も変哲も何もないですね。1行で書けるとかありますけど。で、これをじゃあ機械的に変換したら、まあ、どんな風になるだろうみたいな。ことですね、最初の出発点大体1回から5回ぐらいはその辺りですね。でとりあえず何かその出力される生成される IL の効率とかもそういうのはもう本当にどういうふうでもいいから、とにかく何か動くコードを出してみようということでいそいそとやったやつが、あ、ごめんなさい、これかな、これですね、最初のバージョン。これ嬉しかったですけどね、クソみたいなコードが出てますけど。ツッコミどころはいろいろありますけど、ローカル変数が0123っていうのが出てて、でローカル0に1を入れて、ローカル1に2を入れて、でローカル
1と0を足して2に入れて、2がなぜか3に入って、3も返すみたいな。あのこういうことです。今笑った方は理由分かってますね。大丈夫ですね。え、大丈夫じゃない？うん、あ、そうですか。じゃあ、IL を見てみましょうかね。この対応する IL のコードがこれなんですけど、まずです、これ IL スパイで、あの逆コンパイルした結果、逆アセンブルした結果で、まずあのローカル変数の定義が4つあるんですよ。A と B と C しか使ってなかったのになぜか、しかも名前のないなんかローカル変数が定義されている。そして中も見るとなんか先頭にノップがついてるし、それからなんかこの辺はなんとなく分かりますね。ここにアットがあるので、その直前で、ロードロックしてるからローカル変数の領域から2つ値を多分 A と B を飛び出してきてアットしてる。でローカル変数の2番目 C ですね、これ C に入れる。そしてなぜか C から出して無名のローカル変数に入れて、さらになんか次の ところへジャンプするという意味のないジャンプ命令があり、で、今直前に入れた、ロードロックで、無名のローカル変数から値を取り出してきてリターンするというようなコードを、現在のロズリンは出します。はい、でロズリンアホなのかみたいなちょっと思ったりもするんですが、まあちょっとこれ多分ね、なんか理由があるような気はしてるんですけど、こういうコードが出るのは。まあとにかくこういうコードを、機械的に、変換することによって、まあとりあえず最初のバージョンとしては、まあ、こんな感じのコードが出ました。で実際これあの C コンパイラーにかけたらもちろんコンパイラーできて、でその結果リリースビルドをするとたった2命令になると。何になるかというと、move rax3 リターンみたいな、そんなコードにたった2命令になる。これは狙った通りだ、ああうん、そのぐらいのことはやってくれるよねみたいな。で、まあここの出力される C のコードをできるだけその C シャープで書いた通りにこんな感じに出力してほしいという願いはあるけども、まあ C コンパイラーはかなりあの利口なので、ちょっとまあそこに音符に抱っこであの進めてみようということで、そこは放置しつつさらにあのその先進むと。でそうすると、次に問題になるのは分岐、あの分岐のサポートしないといけない。これって上から下まで流れてるだけなので、これではまあプログラムとはちょっと言い難いということで、分岐のサポートをしなきゃいけないんですけど、まあそうするとですね、ごめんなさい、分岐のサポートの前にあの型が、これ64ビットですね。さっきあの32ビットだったんですけど、まあ、64ビットのソースコードを対応させると、まあこれもう本当になんか1と2を64ビットにして、でもどっちもロングにしただけっていうだけなんですけど、これ IL 見ると、IL は2と6メインボディはまあなんかローカル変数相変わらず1つ余分にあるんだけど、みんなイント6になってます。でそれからリテラルの値を、イント32として一旦あの、格納して、でそいつを64ビットに拡張してますね、コンバー A8 で。でローカル変数に入れるみたいなものを1と2に対して繰り返し、でその後アットして、でまああとの流れは一緒ですねっていうようなことをやるコードが出てきますと。でここで困るわけですよ。何が困るか分かりますか？連載を見られてた方は、必ずこれはさっと即答できる話かなと思うんですけどですね、もういいかこのネタは誰も見てないな、よしでどういうことかというと、これって C のソースコードですけど、さっきの32ビットこれローカル変数ってみんなイントって宣言してますよね。でそれに対してこういう計算をしてるんです。でそれは IL の、まあ、ほぼあの1命令、まあ、実際には2命令ごとの、セットを、ソースコードにの1行ぐらいに変換している、こういう感じですよね。 ここってこのイコールは実際には直接代入する命令っていうのはなくって、最初に、1っていうリテラルの値、32ビットの値をスタック、評価スタックにプッシュします。同じように、2の方も評価スタックにプッシュします。その評価スタックにプッシュされている値を、ローカル変数に入れるという 2本立てですね、IL 命令がこれです。LDCI41 で評価スタックに、32ビットの1をプッシュする。それから、あ、これごめんなさい、64ビットでした。それから STLOCK でローカル変数に入れる。なので、この2命令でこの1行に相当してるんですよね。
ということはより厳密に言うと一旦その1っていう値を評価スタックと呼ばれているところに格納してるんですよ。でそれが何者か評価スタックを分かる人、いや分かんない人もああ全員分かりますね。まあ一応説明しておくと まあこんな感じでさっきじゃあザザって書いたんでちょっとあのわけわからん感じですけど、ちょっとこっちは省いて、あの評価スタックっていうものが、多層的なその CPU があってそこの中にあるみたいなイメージです。でロードアーグ0っていう命令を発行するとこのスタックなんでね、スタックなんで LIFO 構造なんですけど、スタックなので、一番最初のスタックの位置にそのこれロードアームっていうのは引数を取り込んでるんですけど、引数の値を取り出してきてスタックに入れます。でロードアーム1の方はもう一回別の引数を取り出してきてその上に積みますみたいな感じなんです。でその後アド命令を発行するとこの評価スタックの値2つを取り出してきてアッドを実際にして、でその結果、まあ、イント3の値ですけどそれをもう一回評価スタックに入れるみたいな、こういうもうとにかくあのスタックに対しての出し入れをするっていうのがこのスタックマシン、スタックマシンと呼ばれているマシン、あのその、仮想的な構造になっています。なので、直接ローカル変数に何かを入れたり出したりすることはできなくて、必ずこういうふうに2命令を使って、出したり入れたりするっていう組み合わせにならざるを得ないんです。で、そうするとこれ、最初のバージョンではいつか破綻する可能性があります、これじゃない、ごめんなさい、最初のバージョンでは、これですね、このイント3にメインボディのこの方向では破綻する可能性があります。なぜかというとこの1行が2つの命令で実現されているんですよ。じゃあ仮にその最初の命令だけがダーって並んでたらどうなるのか、あのスタックに積みまくる、最初積みまくってそれに対して1個ずつ何か処理をするみたいに、あの機構的なコードを IL を直接考えて作れば、そうすればそういうコードを作れるんですね。でそうするとあの単純に C のコードに置き換えれなくなります。なんでかというとこれはあくまで2命令でこの行1行が作らせるから、 なので1行1行が単にスタックに値を積んでる、積みまくるとか、あるいはスタックからポップしまくるとかいうコードだと、こういう方法で出せなくなるんですよ。じゃあどうするかって言ったら簡単な話で、こうですね、次なるバージョンが出てきたんですけどこれです、これは、ローカル変数の定義はこのまま、まあ、従来通りです。でちょっとイントっていう定義がその、なんか移植性に問題があるのでイント3に D に変えたんですけども、それとは別に、このイント3に D でスタックを表すローカル変数の領域を作りました。で、まさにこれはあの IL を模倣してます。これ最初のこの行ですね、これスタック0に1を入れる、そしてスタック0からローカル0に、その値を入れるみたいな感じで、これは1行が1命令に対応してっていうふうにすると、そうさっき言ったように中途半端な操作をあのスタック操作をしているような命令が数珠つなぎになってたとしても問題なく処理できるようなっていうのが、理由で、このバージョン2というかマイルストーン2に到達した時には、最初のなんかまあ許せるよねって状態からなんかこんなすごいなんか複雑なコードが出るようになりました。ただし、現代の C コンパイラーはこれをやっぱりあのちゃんと計算して2命令に短縮できますので、私はそれを見てあまだいけるなとまだ大丈夫だと思いました。でですね、これが実はすごく大変な問題を、抱えてまして、これ今イント3人のはいはい、いいです。どこですか、あこれですか、あいえこれ、ローカル変数の定義が開業自動的に出てますけど、この辺はもうダーとあの羅列で出るようになってます。はいはい、そうです。はい、課題としてなんかこの出力された C のソースコードがいかにその可読性を高くするかみたいな課題はもちろんあるんですけど、優先順位が低いと思ってます。なので今のところはこうなってる。多分
アイル通信のデバッグやってて、もうこれ以上無理やわと思ったら、もうちょっと ひねって、もうちょっとまともなコード出そうっていう努力はするかもしれないですけど、それまではちょっと置いといていいかなって感じで思ってます。で、あと、ちょっと待ってよ。今何分 ?20 分ね。はい。で、イント32の場合はいい。じゃあ、さっき見てもらったイント64の場合ですね。これですね。まあ、イント32とほぼ一緒だけど、扱う値がイント64です。で、これがどうなるのかというと、IL 的にさっき見てもらったのは、これだ。コンプ命令が間に挟まってますね。で、変換された結果が、こんな風になっています。ちょっと、早い。こんな風になってます。で、ここが面白いところというか、結果的にこの結論に至るまでに、4回ぐらい費やしたんですけど、これスタックを一時的に格納するローカル変数が、こんな風に3つに増えてます。で、一番上はイント32ですね、型が。だけど、これ下2つはイント64です。そして、上2つはスタック0に対して型が違う名前として宣言されています。で、スタック1についてはイント64になっている。なんでこんなことをするのかというと、ここですね。最初にイント32の値をリテラルの1というのを入れます、スタック0に。ところがその後コンブ i8 命令でイント64に変換するんですよ。で、変換した結果ってスタック0イント 32t には入らないじゃないですか。なぜならイント 32t と宣言されているので、だから32ビットだから入れられない。そうすると別の入れ物は必要になる。だけどそれってスタックの0番目のインデックスの位置に格納されていることは事実なんですよ。なので仕方がないので、スタック0という番号をつけつつも違う型、なんかいじってしまった、まあ、いや、に入れなければならないということで、別々のこういう別の型の同じ位置を示す別のローカル変数として定義して、そこを参照するようにしている。という、これは今一言で、どうだろう、1分か2分ぐらいで説明しましたけど、本当に大変で、こういう事実に気がつくのに非常に大変でしたので、これをやるためにですね、従来は最初に確認しましたけど、IL の、バイトコードの羅列を上から順に変換していけば全てこと足りるだろうと思っていたんですが、結局これが分かるためには、IL を解析しなければならない。つまりこれ今横に、スタックにどんな型の値が積まれた、どこの位置に積まれたかというのを表しているコメントなんですけど、これを解析してなおかつ追跡しなければいけないんですよ。どこでどんな、スタックの型が、スタックにどんな値の型が積まれているか。なぜならば、ここにはないですけど、ループを構成している場合にジャンプ命令で、元に戻ったりするんですよね。その戻り先の位置がどういうスタックの状態を想定しているかによって動きが変わる可能性があるんですよ。スタックにすでに どういう値が積まれているかによってそれが変わってくる。ここすごく説明が難しいんですけど、これで言うなら、例えばコードの先頭の方でこう、0と1にイント32の値を積んだりしてるとします。だけど途中からイント64の値を積んだりとか、今ここに出してないですけどストリングの値を積んだりし、さらにループで元の場所に戻、そのまま積んだまま戻ったりとかいうようなことがありえるんですよね。で、調べたんですけど、ロズリンはあまりそういうことしないんです。割と素直にスタックを使い切る、1行なのかどういう単位か分かんない、ステートのエント単位か分かんないですけど、スタックに積んだら積みっぱなしにするんじゃなくて、そのまま何らかの計算をし終えて全部スタックを使い切ってから次に行くっていうコードを出しているので、割と素直なんですね、そういう意味では。ところが人間が IL を書いたらそういうコードって容易に書ける。その違いは何かっていうと、なんかローカル変数領域をスクラッチパッドとして使うか、あるいはなんかスタック評価スタック自体をスクラッチパッドとして使うかというような違いで、人間にはそれが簡単ではないけど割と簡単に書ける。
という違いからそういうコードを突っ込まれてしまう可能性があるので、あるいはロズリンが将来的にすごく賢くなるとそういうコードを出す可能性があるので、なので、それに対応せざるを得ないっていうことで、まあ、無視するって方法もありましたけどね、当初は。ただ全体的にどういうコードに対応しなきゃいけないか、ちょっと今その時点では見えなかったので、なので、真面目にやるしかないかみたいな感じで、ILを結局上から舐めるんではなくって、 ILを見ていって、ブランチ命令が起きたらそこまでを実行パスの1単位として認識して、ブランチする、そのままスルーしていくのをワンパス、それからブランチ先に遷移するのをワンパス、それからブランチ先に飛んだ時にそれが解析済みかどうかというのを認知して、解析済みだったらそこで解析をやめるみたいな、あと、パスを解析していって最後にリターンが検出された時点で解析を終了するというようなことで、その実行パスというのを結局認知しなきゃいけないということになったんですよ。でまあ、その時点でもかなり面食らって、いやこんなはずじゃなかったみたいに思ったんですけど、まあ、頑張ってやってですね、ちょっと不完全、今実装では不完全なんですけど、一応実行パス解析をした結果さっきのような、これですね、64ビットの値、こういうようなのがある場合でも、こういう感じで、スタックが別の用途に使われる場合はちゃんとそれ用にまたローカル変数を作り、それからまあジャンプが起きた場合でもこういうふうに1命令がほぼ1行に対応しているので、まあ、そこに向かって GoTo で飛ばせばいいというようなコードを出せばいいまでに至った感じですね。でまああとは、この、ラベルですね、ラベルと、つけるのは、まあ、あらかじめ全部の場所を覚えておいて、で、まあ、あるそのオフセットにジャンプするっていうのが起きたときに、そこに対応するラベルを仮付けしておいて、ソースコードを出力するときに、0番から順番にラベルをつけるみたいな、なんかそんなようなコードを書くことによって、まあ、遅延評価になるんですけど、書くことによって、まあ、出力できるようになったというような流れですね。というあたりが、まあ、なんか結構複雑だったんですけど、そのあたりが、10回から14回で、実装が、まあ、ほぼ出来上がるのが15回、そしてですね、あと見せしたいのが、今時間ないのかな、まだ大丈夫だ、この辺悩んでたな感じがします。すごくこの辺になんかイント32の場合とイント64の場合と同じスタックを示す場合みたいなものを書いてました、ね、どれだったかな、これだったかな、しまったの、さっき出しておけばよかったな、これも違う、なんかね、ちょっとあんまりスクロールするとね、やばいものが見える可能性があるっていう、やばい、ちょっと飛ばす、やばい、なし、じゃあ口で説明する、で、まあ、今のが今日に至るまでにやった作業のうち、まあ、今のところ一番複雑な問題でした、実行パス解析の。で、あと、やったのはそのイント32の値、イント64の値、それからまあバイト、S バイト、ショート、 S ショート の各プリミティブニューメリックタイプ対応するっていうのができました。で、あと、バリュータイプですね、今バリュータイプに、取り組み始めていて、でバリュータイプは、内部に定義されているスタティックな値の変換についてはできるっていうところまではできました、スタティックフィールドとそれからスタティックメソッドですね。でこれ対応するときに、まあそんなに大きな問題ではないんですけど、名前のマングリングが必要で、とにかく今回やろうとしてた C のソースコードを出力しなければいけないので、なので、まあ、ここにあるように、名前を、名前空間からアンダースコアでくっつけたような名前にせざるを得ないと、まあ、なぜなら C 言語には名前空間もないし、
まあ、クラスないですね。まあ、構造体はあるけど構造体はすごく制限があるのでどっちにしようできないということで、すべからく、関数はみんなこんなような感じで名前を出すというような対応をしなきゃいけないっていうのがありました。で、あと、何だったっけな、バリュータイプので、これから、インスタンスを持つバリュータイプをどうすべきか、スタティックなバリュー、あ、じゃあ、あのバリュータイプ内のスタティックなあのメンバーであれば、実はなんか構造体って何も定義する必要がないんですけど、いよいよ器としてインスタンス の、 あの構造体を対応させようと思うと、そのインスタンスをどこに保持するか、どういう形で保持するかみたいなことを考えなきゃいけない。まあ当然あれですよね、なんかフィールドをフィールドとかメソッドとかインスタンスメソッドとか定義するんだったら、なんか構造体の中にそういうフィールドやメソッドがなんか定義されてるみたいな、そういう状況を作り出す必要があると。で、持てるのはフィールドだけなんで、フィールドはおそらくストラクトを宣言してその中にフィールドを右から左に出してやれば、まあなんかそれっぽくなるだろうと。問題はメソッドで、おそらくなんか引数にその構造体へのポインターなのかなんかを渡してやって、その構造体へのアクセスできるボディからアクセスできる何らかのパスを用意してやる必要があるだろうかというようなことを考えています。で、今話した中に文字列とクラスはまだ含まれてないんですよ。で、文字列も難しいんですけど、クラスについて言うと、クラスは当然ガベージコレクターのことを考え始めないといけない。まあ new はいいですよね。まあ、例えば極論すれば丸くするみたいな、コンストラクターどうするかとかいう問題はありますけど、まあ丸くで確保する、一体それがいつどこでどういうふうに解放されるのかっていうのを追跡しなきゃいけない。で、方法はまあいろいろあります。まあ、C 向けのガベージコレクターのライブラリを使うとかいう方法もあり、まあ、そのライブラリも様々ですよね、その手法については。あるいはコムにあるような参照カウントでも任すかみたいな方法もある、あるいはまあ第三の方法を自分で考える。で、いずれにしてもなんかフットプリントが軽いっていう条件はものすごく重要だと思っているので、そのうちのなんかこうフットプリントが小さくなるような方法で実現したいなと思ってるんですが、そこに至るまでにはそのメンバーの定義、インスタンスメンバーをどうしなきゃいけないとかいうことを考えなきゃいけないので、なので先にバリュータイプをやっています。バリュータイプなら、まあ極論すれば例えばコピーだったら単にここがフィールドからローカル変数にコピーするとか、なんかそんなような引数からローカル変数にコピーするみたいなコードだけで済むので、まあ多分そんなに問題にならないかなと。あとはそのさっき言ったようにそのクラスの場合はその参照をどう処理するかっていう問題と、多分そこがクリアできると、文字列とは何かみたいなところに踏み込んで、で、文字列はC の世界ではまあポインターですね、キャラのポインターとかで扱われるんですけど、果たしてまあそのままでいけるものなのか、それとも何か間に挟まなきゃいけないのか。でも挟むとすると今度はなんか C 側のコードがめんどくさいことになりますよね。今話したまでの話は全部なんかドットネットから自動変換されたやつをそのまま突っ込んで実行するって話をしてますけど、でも現実にはなんかそれと既存の C のライブラリとかと結合しなければいけない。そうするとその結合部分がなんかすごい特殊な形式インターフェースになってしまうと、結合コード書くの大変だったりとかするので、それだとあんまり受け入れられないかなと思っているので、まあできればなんか文字列はなんかC では割とメジャーな方法でやりたいなと。まあでもね、 C あれですよね、なんか UTF-8 かなみたいな気もちょっとしますしね、Windows だったらね、ダブルキャラ T とかありますけど、まあちょっとその辺どうするかっていうのはと GC との関連があるので、なのでちょっと文字列を次にすぐやりたくなるんですけど、ちょっとあまりにも重いかなと思って保留していると。で、文字列にはまだ他にも問題があるんですよ。ストリングクラスってメンバーを持ってるじゃないですか。例えばレングスプロパティで、レングスって対応するゲッターのメソッドがあって、ゲットな何がしみたいな感じで、ゲットレングスみたいな感じで定義されてるんですけど、じゃあ、文字列のインスタンスに対してゲットレングスってやられたら、内部的にはね、ストラレンでしたっけ、あれを呼んでほしいですよね、なんとなく。それが変換された結果のソースコードを眺めてても、ストラレンって要するに文字列の長さ測ってるのねっていうのが、C が分かる人なら多分分かるっ
ていう、あのこうなんていうの、可読性につながるので、なんか特殊な方法でそれをあの判定するんではなくて、まあ、ストラレンとか、あるいはあの辺りなんかストラキャラ、あと何があったかな、なんかいくつかあると思うんですけど、まあなんかああいうなんか割と標準的な関数に置き換えることができれば OK で、文字列だけその特別な対応をするのかみたいな、あるいはそういうなんか、必要であれば直接なんか C の、 あの関数に置き換えることができるけど、そうでなければ .NET のクラスを、再起探索して変換していくみたいな、そういうスイッチが可能なのかどうかっていうようなことを考えなきゃいけないので、まあ、トータルとしてすごく実は文字列を扱うのはすごく複雑だなと思って後回しにしているということですね。なので今後は、まあ、バリュータイプのそのインスタンスに取り組むことで、おそらくディスポインター、まあ、ディスポインターというかディスですね、ディスの参照をどうその C に変換できるのかみたいなことを考えるのが、まあ、目下の、 あの課題かなと思ってます。多分次回、今28だったかな、あこれが28で、なので、29回からそのあたり、なので27回とか26回見てもらうと、あのバリューのスタティックフィールドとかスタティックメソッドについてどうやってやったかについてはすぐ分かるようになっています。そんなに難しくはない。ということで、IL2C で今なんかどんな状況にあるのかみたいなことを、まあ、すごく、今ざっくりと紹介しただけで、実は すごいいろいろ検討事項があったんですけども、だいたい今みたいな流れで現在に至ると。でですね、あと今まだ何分まででしたっけ、45、あなんかちょっと時間ないね、これ私がその IL2C のビデオ連載をするのと同時に、僕は中部圏でセンター CLR っていうコミュニティをやってるんですけど、そのコミュニティ向けのビデオっていうのも同時にやっていて、これがその第8回で、まあ、IL2C がなんかそれっぽくコードが出てきたので、実際にこれをその IoT ベースのマシンで動くかどうか、動くって言っても実際に機械が動いたりとかいうことはないんですけども、C コンパイラーにかけて、それぞれのプラットフォームの C コンパイラーにかけて、ちゃんとコンパイラーできて、なんか実行されてるよねみたいなことが確認できたらいいよねっていうようなことをやったのがこのビデオです。ちょっとネットワークの調子がどうなのか分かんないんで、再生できますか。間違いなく動くと思ってますよ。では、先ほど、はい、IL2C から出力したファイルを、じゃあくっつけてみましょう。マイクロビットっていうボードがあって、英国 BBC がなんかすごくとマイクロソフトが強力に推進している教育向けのボードですね。そいつにこの IL2C でやった 1+2 は3みたいな、そんなもんどうしようもないことですけど、それを実際変換した結果を持っていって、コピペだけして一切いじらずにコピペだし消して、そのコードを呼び出す C の方もちょっと追加して実行するね、とりあえずビルドだけしてみます。はい。問題ヘッダーファイルですね。多分大丈夫だと思います。はい。コンパイルは一応正常で通りました。おお。まあ、この辺はちょっと元々存在しているワーニングなんで。あ、そうですか。あ、じゃあ、まあ、何事もなく。おお、はい、いいじゃないですか。おお。で、これは何を書けばいいか。例えば足し算。はい。コンパイルが通ることは確認したので、その。IL2C が出したコードをメインから読んで、ちゃんと動くかどうかわかるんです。そうですね。これは、あれですね、バイトの値ですね。2つの引数を出します。で、トゥー、フォルスだと1を足す。トゥーだと2を足す。そうですね。そうですね。で、フォルスと2。はい、そうなります。それがいいですね。はい。これの結果を、うん、そうなんか、うん、数字に入れて、バイトですか、そうです、有意義と言うとバイトするんだ、そうですね、そういう感じですね、そうですね、これで、戻り値を A と B っていうのに入れます、雑ですね、でスプリント F でその返ってきた値を、フォーマットして入れてみようみたいな、
で後で見ると分かるんですけど、マイクロビットにはそうあのこう見ると基地的なけてあの表示マトリックスが、うんまあ、見てもらえばすぐ分かると思うんですけど、そいつに対してあのこのエスプリント F で変換した結果を、うん、あの出力してちゃんと出たことを認識をしてしてはい、うんうん、でコンパイルしてみましょう。はい、はい、じゃあ映像のダウンロードで、エンベッドってなんかすごい動かすの本当にあのプレイバックなんですけど今のやつブラウザでやったんですよ。でコンパイルした結果ってバイナリーで落ちてくるんですよ、ダウンロードされる、うん、でそのファイルを、コピペで、あの USB で繋いでコピペで重ねて USB メモで逆さで上下逆さで上下逆さあ上下逆さ効果今光ってますよ。何だろうセンター CD が開くからちょっと見えない。もう一回リセットします。あ、はい、ファースとイコール11セカンドイコール12って出てましたね。11と12先ほどコードで確認すると、うん、121足したのとそうか、うん、そうですね。12に足したのはいはい、あそうですね。できましたよ、これで、すごいですよ。できると、これちょっと今止めますけど、まあ、こんなコードです。このアット3を呼び出してるんですね。で、ちょっと切れてますけど、ここにあのブールの値が引数で分かるんですけど、それによって2を足すか1を足すかみたいな。で、あの値を返すみたいな、そういうあの単純なコードなんですが、あとまあちょっと今やらないですけど、このあとすぐにですね、アルデイーノでやってみようかみたいな話になってですね、すぐにアルデイーノスタジオを開いて、で今のコードそのままコピペしてやったらまあ動いたみたいないう感じでですね、とりあえずファーストステップとしてはなんかいい感じかなと。あの普通に小さいデバイス、マイクロビットまだいいですけど、アルデイーノは相当小さいので、まあ、これで動いたっていうのはなんか結構あの励みになってますというような感じで、IL2C まだなんかプログラムを動かすとかいう段階じゃないんですけど、目標としているのはその、まあ、オープンであることで、あのこれあの Apache V2 の、オープンソースとしてもちろんやってます。 GitHub にも公開されてます。しかも、そこにタグ付けとかあの、コミットにタグ付けとかしてるんですけど、それがビデオの第何回とかに結びついてそこで何をした結果このコードになったのかみたいなのはビデオのその回を見てもらえればまあ分かるということで、すごく透明性を高くしてみようっていうのが今回の狙いでもあります。まあ、同時にちゃんとであのこういうあの IoT デバイスでも動くで、多分 IoT デバイスでも動けば他の変態的なあの環境でも動く。例えばですよ、例えば UEFI BIOS とかですね、MS DOS のブートローダーとかですね動くかもしれないですよ、皆さん C シャープで。ということで、まあなんかちょっとあの自分でやりながらですね、この辺に来たところでまあなんか結構面白かったかなって、あのもうちょっとなんか続けられそうだなみたいな、まあ割となんかコモンツールとか作ったりするんですけど、結局なんか発表に至らずにあの、まあ、忙しいとかなんとかであの飽きたとかそういうので続かなかったりするので、なんかビデオを撮りながらやるっていう、あのちょっとずつやるっていうのはなんか結構いい感じかなと自分では思ってます。これはまあ初の試みだったんですけども、まあそういうわけであの多分今後もあの IL2C ずっとあの続けて開発していきたいと思っています。さあ、じゃあ、今日あの発表したところ、あと全40時間ぐらい皆さん見ていただいたので、改めてもう一度、どのあたり何か質問とかあれば、あの改めてここで受け付けますけど、どうですか、全て理解した。じゃ あのプルリクを送ってください。とりあえずあの、GC 周りをやってもらえると嬉しいかなみたいな。はい、 GC もそうなんですけど、はい、IO とかどうですか。 IO ね、プランはあります。でうん、
ターナルコード。うん、そうですね。あのいい質問です。あのモチベーションを続けるためには、あのちょっと細部の話の前に、モチベーションを続けるためには、なんかこうちょっとずつ前進してるっていうのが重要だと自分では思ってます。なので例えば今言われてたように、あのインターオペラビリティですね、なんかそこをちょっとずつでもいいからサポートできるようにした方が多分進んでる感があると思うんですよ。で、あの IoT デバイスとかって、あの既存の信用のライブラリとかあるので、そこと容易に結合できるっていうのは目標の一つで、なので言われているように割と早いうちにそれを実現したい。で、今でもですね、なんかできる可能性は十分あって、例えばあのスタティックメソッドはもう多分ね、なんか今でもできるんですよ。あのシンボル名とか、さっきのマングリングされたシンボル名が出てくるので、例えば極論すればそれをバイパスするようなコードをちょっと書けば、そうすれば既存のコードにバイパスできる。でもうちょっと言うなら DLL インポートをゴニョゴニョとかですね、インターナルコールってついてる、まあ、マークされてるやつを自動的にこういうふうにマッピングするみたいな、なんか、しかもなんかあんまりなんていうんですか、ハードコーディングされた方法ではなくて、なんか汎用の方法で何かひねり出せれれば割とすぐに実現できるかなと。まああれですよね、なんかあの参照ハンドルを扱わなくて済むっていうことを前提にすれば割と簡単にいけるんじゃないかなっていう展望があります。か、あるいはもっと早くやりたいっていうことであればアンセーフです。今サポートしているオープンコードは、ポインター操作についてはまだやってないんですよね。例えば、ロードフィールド A とか、なんかロードアーグ A とか、なんか その辺の命令がないんですけど、その辺サポートすると、まあこれポインターだよねみたいな感じで、なんかうまいこと C のソースコードに落とすことができれば今すぐにでも。なぜかというと、IoT デバイスは大抵その IO が接続されているのは、なんか固有のアドレスだったりするので、その固有のアドレスを無理やり捏造してしまえば、あとはなんかポインター操作だけになるから、アンセーブブロックでなんか十分操作できるんじゃないかみたいな、そういうようなことは考えています。なので、なんか結構ね、そのなんかこう、オプションデバイスに対するあの操作っていう意味では、割と早い段階でいけそうだなと思っています。あと、よろしいですか、質問。はい。いい質問です。どうでしょうね。僕ね、これ最初に予想したのは第40回ぐらいで終わるかなと、あれ終わるっていうか大体のところはいけるかなと思ったんですけど、すでに今30回に近いところで全然バリュータイプの半分をやったみたいな感じなので、多分ねこの調子でいくと150回か200回ぐらいで当初思ってた大体全部を網羅できるかなと思ってるんだけど、ジェネリクスについて言うと、一つはですね、サポートしないというよりはあまり関係がないと思ってます。で、簡単に一言で言うなら、オープンジェネリックをサポートしない。で、結局 C に落とせないんですよね。例えば C++ を前提するんだったら、テンプレート引数とかに落とすっていう方法があり得るかもしれないけど、でも C なんで結局物理的なコードが出ないものについて何もできないので、必然的にその出力するコードはクローズジェネリックになっている方に対して出力するっていうのが対応の方法だと考えるなら、ポイントは一つしかなくて、アクティベータークリエイトインスタンスをどう扱うかっていうことです。要するに動的にそのクラスを生成するときに、その動的に合成された型を扱うようにすべきか否かみたいな話で、これは無理だと思うんですよ。型 T のメタデータを保持できないので、渡されるはずの。メイクジェネリックタイプで、オープンジェネリックをクローズドジェネリックに変換できるじゃないですか。まずここが無理だと思っていて、全部物理的なコードが絡まない話なので。で、そうやってできたタイプクラスをアクティベータークリエイトインスタンスにかけるとインスタンスが生成される。オープンジェネリックの方はどれだけクリエイトインスタンスってやったって作りようがないから、もちろん普通にドットネットでも例外が発生する。ということで、多分無理というかやる必要がないと思っています。ランタイムで実行時に何かしたいとか、あるいはどうだろうな、まあ、なんかあまりに遠すぎる話ですけど、エクスプレッションツリーをサポートするとかで、なんか乳製薬をどうにかするとか、なんかそういうことを考え始めたらひょっとしたら絡むかもしれないけど、多分ね、I2C として目指すところはそこではないんじゃないかというように単純に思っています。はい、あとお伺いよろしいですか。はい、じゃあ
あのちょっと専門的な話がずっと続きまして、話に付き合いしていただいてありがとうございます。あの今回のコンパス の, あのページに私のブログへのリンクがあるんですけど、そこの先にあのビデオとプレイリストにつながっているので、あの、まあ、たかだか40時間ですよ。みんな見といた方がいいですよ。あのこのまま見ないとですね、あの仮面ライダーみたいに追いかけるのが大変みたいな話になるので。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。